お疲れ様です。今日ですね、こちらエルジャイミラーやっていきます。というわけでね、少し前に、まあ、エルジャイが強いって動画を出したんですけども、その時はね、この鏡の枠をタルババかなで、はい、紹介したんですけど、ちょっとミラー型がね、ちょっと流行り始めてます。はい、まあ、よくないんですけど、個人的にね。そう、エルジャイミラーね、ちょっと前もミラーエリポン、エルジャイミラーだったかな、あのフェニックスモンク眼鏡の時ね、今流行ってたんですけども、ちょっとまたなんか増えてきてんでね、よいしょ、やっていこうと思います。まあこれもまた同じくフェニックスミラー、そしてのあとエレジェイミラーかな。そう、アチャクイロイホグとか、なんだろうね、それこそマイティーオールブレイカーとか、少し前にはなかったようなデッキがちょっと今帰ってきてて、そこに対してあのミラーエレジェイがね、刺さるどころじゃないよね。もうエレジャイ出して施設で守られても2回目出しちゃえばもう勝ちみたいな。さあ、というわけでここで来たのはラバちゃんで、ラバに対してもフェニックス1枚なんですけど、ミラーないとフニフニなんですよ。はい、フニフニはね、もう頑張っちゃう。いやでも待って、インドラやべ、インドラめっちゃ強い。いや、これキング起動したかったけど、しなくてもいい。さ、ちょっといいディガーが来て、なんか微妙でしたかね、守り方。危ない、うっ、危ない、けどお願い、うわー、やべえ、励ました。ちょっとやっちまった。これはね、ちょっともったいないダメージ受けちゃったんですね。まあでも思ったよりゴルナイも削ってくれてるんで、いいとしようか。いやー、これ見たいっすね。さすがにこれは負けられんすね。相性が多分マジで神がかってるぐらいいいので、一旦エリジャイ出していこうか。エリジャイミラーっすね、マジで。さあ、タイムで釣ってあげて、キングを攻めてくれれば。あと、ババとかがいなければいいっすね。ああ、さすがにこれ捨ててきたっすね、もう。インドラが、ちょっと嫌だね。個人的には。走って、もう、ガンガンいっちゃう、ガンガン。マジで。守りなんてね、知らないみたいな。よし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 。いやー、フェニックス ?2 体いるよ。いけるよ。よしよし。さあ、流れは圧倒的に俺、このエレジャイか。フェニックスか。どっちがいいかな。まあ、一回ね、雰囲気守ろう。守って、これになんか、あー、そっちか。さあ、これちょっとやべえかな、やべえ気もするが、よし、うい。さあ、守って、え、これさあるよな。いや、一回ちょっとこっちに出しておく。だから右本当は攻めたいんですけど、結局みたいなとこある。いや、インドラがちょっと強すぎる。いた、フェニフェニでちょっとマジ確実に守る。ちょっと俺のが回転早いよ。よしよし、インドラも溶かして、よし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 。で、ここの、来た、これミラーエリジャイや。絶対ミラーエリジャイや。うん、絶対止まらん。マジ、何があっても。やばい、そのインドラだけやばい。さあ、鍵を取っていく。いいのか。みんな思ったより刺さってない。どうなの。え、マジ、イケイケどんどんじゃねえかんな。生き毒インドラだけ。
うぅいほほほほほいヒヤヒヤするっすね。いやなんかラバルすごい相性が良かった気がするんですけど、すごい相性がいいと思うんですけども、ちょっと危なかったっすね。まあでもミラーがねいい味出してましたね。フェニックスミラーなかったらとか、エリジェイミラーなかったらって考えると怖い。これ定位置だ。さあこれはさすがに美味しい。でタルババがないんでこれちょっと嫌っすね。タッツかタルババがなくなってる分、よいしょ、ハシマイプリンがきます。ハシプです。はい、まあこれは仕方ないですね。出しちゃうか、鉄エルじゃん。でまあ大砲かインフェ、まあ大砲かな最近だとがあると思うんですけど、まあ1周目のレジャーは無理よ。この次のねちょっとエルジャーでかましていきたい。これ逆サイ大砲があるから相手からしたら結構きついみたいな。いやー今のこのエルジャー微妙かな。あ意外とちょっと嫌そう。ワンちゃん、え、いやなんかめっちゃおしゃれな俺がダメだったね今。すごいマイティーバック。いやでもレベル15強っガチ強だったな今。さあちょっとマジで受け手がないんで、あの大砲とかでねハシプリはやんないといけないんですけど、いや久々にこの15レベルエレジャイを使ってんだけどやばいね。前16レベル出せたって考えたらさ明らかな壊れっすよね。さあちょっと一旦なんかゴルナイから行っちゃうっていうこの落ち着き具合でエレジャイ出して、もう一回エレジャイかな。これ相手受けなさそうじゃね、突進ありそう。いや入んないんだ。さいやこれ強いよな、もうもう別にエレジャーいるしっていうこっちは。ああ確かにそれやられたら嫌だ。大砲エミネ、おナイスショック。まあ俺は落ち着いてエレジャーエレジャーしとけばいいんで、マイティ事故だけ気をつけて。これでもいい。お、ミスってる。さあライトニングライトニングで、なんか8分ぐらい。さあエリジェビラやば。出しただけっすよ。出しただけで序盤からなんか一気にポッキリライキジョーンズ。桃でまさかのライキさんだ。あれ？いつもそのスタンプ使ってんじゃん。さあライキさんはね何使ってんだ？久しぶり久しぶりか。なんか最近定期的に月2ぐらいで月2ぐらいでゲーム内であってる。月1リアルであって月2ゲーム内であってる。さあフェニゴブ、あースケラロイ、スケラロイエリジャイ薄そうだな。あーロイっすね。ちょっとめんどくさいな。いやでも俺の卵だけ蘇るぞでかいでかい。あーライチクイ型なんだ。さあチャックイロイっすね。まあ、ここはね俺はもう守ればいいんで守ります。多分もうエレジャイっていうのはバレてるんですけど、ミラーエレジャイがバレてるかで分かんないのよ。だからミラーエレジャイバレてなかったらエレジャイフローのエレジャイでさせそうだけど、いやーフェニックスも嫌だな。なんか行った方がいいでしょ。
そんな感じで、チンパン。よいしょ。しかも、あー、惜しい。よし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 。でかいでかいでかい。いや、エレジェはこれが強いんだから。ガンガンいかできた。いや、でもこれ相性ちょっといいんじゃねえのか。いや、あちゃくいが。あちゃくいが。俺からしたら。あれ、ライト打ったらね、悲しい。やばい、やばい気がするんだけど。あー、バレてもいっか。一旦ね。はい。フェニックス持ってます。お、強っ。残りやがった。一応筋肉あんまいらないんだけど。よし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 。ゴブリン。よしよしよし。じゃあ負けんない。やいやー、これマジエレジェイバカついてる。いや、左心でもしてくんだこれ。あ、さすがにゴブリンで左心できないですよ。オーケー。さあ、これライクさん絶対エレジェイ使うぞ。エレジェイ強くねっつって、後日エレジェイミラーラットが使ってたんすよ。あれ、ゲロ杖言うて多分使ってます。いや、見てわかる強さっすね。やっててもやばいもん。体感。エレジェイミラーか。気持ちいいな、ちょっと。上位、マジ狙いたいっすね。最近なんか、最終日だけ勝てないんですけど、最終日まではね、そこそこに勝ててるんですよね。ちょっとマジでマルチ一桁の壁がね、高すぎる。本当にマジで高い。6年間やってて世界一桁1回しか取ったことないっていう、すごいよね。それをこう世界一何回もみたいな人数名いますけど、やっぱ日本にも世界にもレベチすぎるんだよな。さあ、マイティー、やばいティー。悩むな、これトレーナーで近畿でもできたんですけどっていうね。で、このバルーンの可能性もディガーの可能性もあるんですよ。お、行かれていいよ。オッケーオッケー。行かれても起き上がれる君なら。あ、やば。いや、まあ一時交換っすね。いや、これ吸ったら耐えれたか。うわ、もってえね。吸っちゃえばよかったっすね。まあ、これ絶対きついのはあなたなんだよ。よいしょ。いや、これしかも残るよね、卵が。からのボンボン。うん、もう全部ワンパンできそうでね。フェニックス？フェニックス？うん、もうヒギ。ヒギワンパン。エリジャイミラー。しただけ。え、ミラーしてねえわ。フェニックスミラーか。よし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 。いや、めっちゃいるめっちゃいる。十分すぎ。あ、でも俺の巻き筋が一つあって、マイティーモグラコソウがいるんすよ。あいつマジやばいからな。ぬるっとくるんだね。あー、もう狙ってますから。じゃ、俺はフェニックスミラー出してくのが一番大事かな。絶対。潜ってくる。よし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 。はい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 。で、あなたは、あなたはこのエレジャイが止まりません。なぜならマイティだと、マイティだと受けれないですからね。こんにちはして。あの、いいタップ、良すぎる。え、でもおかえり。いやー、防衛うまくね。結構防衛うまく出せる。いや、マジマイティモグラミラーだけ。
トルネマリシなんですね。緊急防衛でなんとか耐えて、なんとか耐えて、なんとか耐えて欲しい。うわマジで一生来る、もう絶対ここやん。マジ絶対ここやん、もう潜るとこ。待って待って、ライトニングさあ、これ昨日前回なんかライトニングで乗っかったんだよな。あ、さすがのうちらあれ平石ある、スケドラぐらい、やめて、にょーい。強い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 強すぎるぞこのデッキマジで。マイティ事故さえ気をつければね。いやラバー引けるとマジであるぞ。さあチタン、タイタンよろしく。名前にプロ入れるぐらいだからな、相当自信があるぞ。スケルトンブーティースケブか、もう始まりじゃすぐ切ったくなるんですよね。あ、ジャイスケラだ。いやジャイスケラはエリザイ相性いいぞ。いい、いやリオナがお互い止まんないみたいな感じだと思うので仕掛けちゃう。あ、中かな、早めに向かう。うわ、発着位の位置がうますぎて俺のカウンター受けない。いやー、それだいぶやばい。ちょ、相手の破裂で、いやー、ちょっとやばいなー、これ。相手の圧着やれうまかったな。さすがにトルネでしたけどみたいな。トルネが下手だったのか、両方あるな。いやーさ、これはスケラをね受けるユニットがいねえことに気づいた。なので、よしよし、うんー、よー、めっちゃいい、めっちゃいい、これはあるぞガゴいたね。ジャイガゴスケラのガゴがちょっと厄介だな。いやでも近畿できたのは本当に世界変わります。まだエレシャンミラーしとけばいいんじゃね。さあ、まあその攻めが来るよね。それはガゴをちょっとね内側に寄せることでキングタワーから攻撃をする。え、これ橋名人いって、いや取れないんでやめます。あ、着衣にしばかれるかなと。いや、これからの逆サイエリジェイだ。今ジャイ来ないでほしい、マジ。めっちゃ惜しい、何これ。相手はもう笑うしかできない。うん、すごい、ゴルネがめり込んでる。いやでも相手も結構耐えてくんだよ。でこれ端前もジャイ来たらトルネで下げちゃえばグッディーゲームだ。指名だ、これ守る、これ守ってきたらもうさすがにだよ。よし強すぎるぞこのデッキは。いやスキラが受けはね、やっぱタル抜いてるし、ゴブリンとかもない、ウッドもない、ちょっと怖かったんですけど、まあ近畿できたのマジでかいね。可能性しかない。さあ、まかりオスみたいなのは迫撃ホグっすね。さあちょっともったいないゴルナイが、うん、いや絶妙すぎるザップ。あのこれもキング起動できたんでだいぶ楽にはなると思うんですけど、迫撃ホグなんで、まあ、キング起動したところで攻め迫だったり、まあ、ホグの後ろのなんかコウモリやりゴブあたりが多分いるんで、あの辺モンスター入れないといけないってなるとこれはまだ難しいことだね。まあ、エレジェイミラーですね。結局一周目のエレジェイ迫撃でいかれるんで、なんか今このエレジェイ流行ってるんですけど、やっぱミラーがねその知られてない、うん、
いやー、タタさんの位置悪っていうことで、よいしょ、ミラーでちょっと一撃ぐらいで本当に刺したいっすね。あー、やべえ、全然バレるようなことした自分全然自分からバラしちゃった。うわ、もってねー、フェニックスでよかった。さあ、バレたらもう仕方ねえよっていう。一旦エリジェ出しちゃうか。これホグ来ねえし、来ても狭くなんですけど、狭くはさすがにエリジェいるんで、やったらドヤン。いや、鬼悩んだ。2300いらんだるじゃん。位置すごっ。いや、独特すぎる位置、迫撃の。いや、もうそれがいいんだろうな。よしよし。いや、でも後半入ってダメージこんだけしか受けてないのは結構幸せじゃない、俺からしたら。はい、目標です。メリゼンの後ろにフェニックスつけていいな。もう出た。きついんちゃうん。起き上がる。よし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 。マジ強え強すぎる。相性ってか流れ悪かったのに一気に変わってる。いや、ここは完全な許容で。よしよし、いや絶対きついよ。お主、知れるからのフェニックス諦めた。あ、次よ。ちょっと待って、ガチくせえこれ。エレジェイミラーしただけでなんか流れ良くなったもん。ちょっとみんなもね、使ってみてくださいというわけでこちらね、エレジェイミラーマジ強いです。やばいっすね。自分でもちょっとびっくりしてるんですけど、本当におすすめです。やってみてください。よいしょ、バイバイ。